逆にヒーローのツボって言ってここですね。いたた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 たお口開けてください。口元美容かわりです。今日やな、めっちゃみんな楽しみにしててや。すごいゲスト呼んでもうた。実はやな、美容のプロやで。みんな綺麗なれんねんで。実はこのお方やで。翔子さんって聞いたことある。すごい人やで、めっちゃ綺麗やで。呼んでみようか、翔子さん。イエーイ。初めまして。じゃじゃーん、翔子さんでーす。でもね、翔子さんって誰って思ってはる人もいてはんのんちゃうかなと思って、うん、ちょっと翔子さんに自己紹介していただこうと思います。お願いします。はい、皆さん、私は40代50代のための美容法という翔子美チャンネルと翔子のビビッドな日常って言ってね、メイクアップと外でねマッサージしたりっていう動画の部分と、あと体の中から食事だったりとか、ちょっと考え方の思考を変えるだけで人生楽しくなるんじゃないっていうビビッドな日常っていうのを2つ今運営しています。すごいすごいすごい。そうやんね、外からもせなあかんし、中からもやっぱり必要だもんね。そう、私たちだん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 ね、うん、日々戦いじゃないですか。廊下との戦いね。そうそう、ボヤボヤしてるとあっという間にね、あれちょっと違う感じになってるってなっちゃう。確かに翔子さんって、はい、メイクもプロやんの。そうなん、私ずっと34年間ヘアメイクアップアーティストをして、女優さんとかね、モデルさんとかメイクしたりヘアしたりってなもんです。偽物じゃないんですよ。今日はね、河合先生みんなのことをいつも治療してて、うん、で大体私もそうなんだけど、裏で一生懸命やってると自分のことって結構疲れへん。はっきり言います、うん、手抜いてます。皆さんもねそうだと思うんだけど、歯の部分で矯正されてる方って、うん、なかなかこの辺の美容ってなかなかできないじゃない。そしたらここ綺麗になっときたくない。ここは全身結構マスクがね、そしたら多いから隠せるわ ね。そしたらここ大事大事やんね。視界がパッと赤くなって目がキュッてで白目になって顔上がります。明日の患者さんびっくりしちゃうかもしれない。で私がよく撮影でねメイクをする前に必ずやってね、一瞬で顔上げていくっていう。一瞬、はい、本当、はい、でそこのねツボを先生に伝授していくので、まあ、先生もやってほしいんだけど、うん、先生のねファンの方とか皆さん一緒にやりましょう ね、はい、で患者さんの方も教えてあげて。そうね。結構皆さん頭って、うん、あんま触らなくないですか。頭洗う時ぐらいやね。そうでしょ、うん、もう頭洗う時にやってるのもいいんだけど、うん、歯の治療やってる時って結構我慢したりするとだんだんこう動かなくなるから、頬も動かなくなると、うんうんうん、目の下のたるみがちょっと深くなる人いません。緊張してカチーってなってってことね。そう、でそういう人がこの、ね、側頭筋を柔らかくするっていうところがすごく大事なので、あとやっぱりこの辺とかで、やっぱり私もそうなんだけど治療とかするとちょっと緊張でカッてなっちゃうと固まってるんですよ。固まってる。そしたらここのね、うん、ところのこれです。痛いですよね。コリコリある。うん、コリコリありますよね、うん、この胸鎖乳頭付近が痛いですよね。そうそう、こんなとこ関係ある。関係あるの。ここのね、やっぱりこう自分で揉んだこともない、こんなところ。あ、本当？触ったこともない。うわ、痛たた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 、ね、ちょっと揺らしてあげるんですよ。もうこれだけでちょっとずつ今上がってきてない。これで上がるの。そう、上がる。で、ここのね、うん、逆にヒーローのツボって言ってここですね。痛たた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 。自分だとね、こうやってね、握っちゃってください、こうやって。ぐーっと。こう。あ、で、ここからこう外す感じ。そうそうそう。うん、外にギュッと。うん、あー、これ自分でできるようになった方がいいよね。そうそうそう。これね、硬くなると、本当にやっぱ息がね、やっぱり浅くなってきたりするので、そう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 。じゃあ今度ここなんだけど、うん、横横、縦縦。結構痛いよ、これも。ね、ほうれい線とかね、うん、目の下のたるみとかって、ここがやっぱり硬いと、めちゃくちゃね、落ちてくるんですよ。くる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 。これ今度お風呂入りながらとか、そう、もう、ね、一日の終わりにやったらいいってことよね。うん、でもね、暇だったらやってほしいですよ。うん、だから、私とかはトイレ入ったらやる。
おお、それぐらい習慣づけるってことね。そうそう。でこれにやると先生本当に髪の毛もっとツヤツヤになる。あ、そうなんや。髪まで美しくなる方法なんで。うん、そう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 。今片方だけやったりしてるだけで、うん、変わった？どうですか？全然違います。マジで違います。ツヤが違う。いや、なんかこのあたりのなんかキュッて上がってます。うん、上がってる？上がってる、上がった。今顔全然変わらないじゃないですか。マジックよ。上がってるし、ツヤも違う。マジで？鼻優さできちゃいました。すごい全然違う。どっから始めるのが一番いいとかありますか？まずはね、やっぱり両者の二度つきをちょっとつまんでもらって、左右にね、ちょっとね、こうゆらゆら。ゆらゆら。そうそう、ゆらゆら。もうちょっと優しくて。優しくていい。力入れないでいいや。そうそうそう。今ここをつまんでるんですけど、そうじゃなくてね、こうやったらここに筋が出る。うわー、違うわ。痛かった。で、ここをちょっとずつ下に向かっていくと、自分の一番凝ってるところの、このツボに当たってくるんでしょう。あ、そうなんです。ここにやっぱり老廃物が溜まりやすから。ここに溜まるんやって。そうなの。スマホだったりとか、もう目使うし、で、みんなこうやって見るじゃない？モデルさんはね、こうやって見るから。こうやるともうここが全然凝ってるので、痛いなと思う方は、スマホ見るときもなるべく下じゃなくて上ね。うん。上にね。ね、こうやって。打ってあげたりとか。確かに電車でこんな人おれへんもんな、ね、みんなこうやってるわ。モデルさんもね全員こうだから。さすが。こういう人一人もいないので、あとこうグッとね開いて開いていく。そうそうそう。脇の下にグッとね4本刺して刺して、うん、外側に筋膜を外していく感じです。で今度にゃんこの手下げると、うん、ここに骨があるじゃないですか、うんうんうん、この骨ね。もうこれがね、まあ、いい感じの傘ってなるんですよ、ね。うん、当てたら皮膚をね表面的に動かすんじゃなくてグッと中に入れたら中だけをちょっとずらす。でちょっと縦縦横横みんなね結構やってって言うとね、こうやってずらしちゃうと、うん、やっちゃう。そしたらシワになっちゃうじゃん。だからこの中にある筋肉を動かしたいんですよ。骨から外したいっていうのかな。だからちょっとカチッと持ってきてね、ちょっとずつずらしたね。そうそうそう、うん、だんだんね、あ、ここは柔らかくてここ硬いかもっていうのが分かってくると、うん、硬いとこだけをちょっとほぐしてあげたり、うん、でここからちょっとね、ここも上がってくるからね、絶対フェイスライン。あ、そう、うん、そう、頑張ろう、頑張って頑張ろう。で触った時にやっぱこのてっぺんが硬かったんだけど、うん、てっぺんってこうやってね揉もうとしてもこうやってやっても力が入るじゃない、うん、そしたら大体私たちの面倒ね四十肩とか五十肩とかってみんな言うのよ。なのでこうねがっちりこう、ね、組んでもらって、うん、そしたらね親指をこうやってやるとここの骨ありますよね、第二関節、うん、ここを当ててギュッてやると力入れなくて、どうです、結構気持ちよくないですか？気持ちいい。特にてっぺんってふわっとしたいじゃないですか、髪型って。大体私たちここがべったんこになって横に広がってくるんですよ、だんだん。そしたらね顔でかく見えるし、でやっぱり若い子ってここのトップがやっぱりボリュームがあると若くなるんですよ。ひし形を作っていく髪型って。なのでここがやっぱどんどんぺったんこになっていっちゃうから、ちょっとこうやって毛穴をねしっかり刺激して、一本の毛がちゃんとね、うん、栄養分をもらってボリュームがあるようにしてあげるだけで、うん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 、なるほど。あとこういうね生え際のところとかをちょっと、ね、入れておくとよく薄くなってきません、ね、とか、あと白髪がすごく目立っちゃう。うんうんうん、でもこのままちょっとね自分の白髪が目立つところだけちょっとやってあげるだけでも、ね、こうやるとすごい疲れるけど、うんうんうん、指だけの力使う、まあ、この頬の毛もやってあげると。なるほど。頭そんなに触ることないもんね。ない。歯とかだったらすごい頭連動してるはずなんですよ、うんうん、一枚の膜なので顔って。なので頭皮をやってあげると先生さらに、なるほど、なるほど、うん、ちょっと取り入れていこうかな。あ、やってやってどうですか皆さん、結構自分の顔の頭って硬いでしょう、うん、でも柔らかくなったりとかねすると本当に顔引き上がるんですよ。でこれモデルさんがやってはるってことは、うん、私らみたいな頑張らなあかん世代だけじゃなく、うん、若い人もこういうことをするってことだよね。そうなの、そうなの。若いからといって、うん、顔がむくまないわけじゃないじゃないですか。あ、確かに。で今の若い子はちょっと姿勢も悪かったりするのでむくみやすかったりとか、今小学生でも肩こるっていう時代でしょ。そうよね。そうなの。小学生なのにちょっとたるんでる顔の子もいるのよ本当にびっくりするぐらい。そう思うと私
私たちの年代より私たちの年代になった時に結構危険じゃないかなって私思ってる。そうか、私らまだ頑張ってる方かもしれないですよね。若い時からちゃんとしとかなあかんよってことやね。そうなんですよ。であとこれが できると衣装が薄くて済むんですよ。いつもあんまりほらしてないけど、してないのはやっぱり綺麗にしてるから少なくて済むんですよね。でも隠したいものがたくさんあると厚化粧になっちゃうと余計老けるし、なるべくだったら薄付きの方がいいじゃないですか。うん、シャンプーするときにやるだけでも違うんですよ。あ、確かに。そうだからシャンプーのときにバーってこうやって洗うんじゃなくて、ギュッて掴んだときにこうやってマッサージするように洗ってあげるだけでも顔の引き上がりは全然違うんで、そっちの方が結構良くなるもんね。そう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 、こういう感じで。それするあ、してるからやってやって、はい、だってもうなんか顔ポカポカしてるもん。あの今いや仕事終わりにね来て寝るとったんですけどさっきお疲れ模様だったんだけど、今ほらもう化粧がよくほらもう遊びに行こうかな恐ろしそうな気がする。またまたもうさらにね、ぜひみんなも一緒に頑張るな。はい、ということで皆さん、よかったやろう、お得やったやろう、すぐ綺麗になる美容法やで、うん、これ毎日続けてよ。お金かかんないし、本当よ、これやらなそうやからね、知ってもうたからね、ラッキーでーす、よかったでーす。またチャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくでーす。またでーす。